校に明太子、シュワルツネガーになってくるんで、はい、どうもパラパラパーです。今回はですね、自宅で簡単にできる餅消費レシピ、お餅のアヒージョ、ただの餅アヒージョありません、明太餅アヒージョです。今回はですね、お餅を最高に美味しく食べるアヒージョ、お餅を最高に美味しく食べるって言ったらやっぱ明太子です。だって明太子ってご飯に合うじゃん、そんな合わないはずがないという約束された勝利のアヒージョです。ということで今回は餅の明太子を作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はマジ簡単、マジ簡単です。餅3つ、ニンニク2かけ、あと明太子、まあ、これ3つ入ってますけど、これ1つでいいですから、だいたいね1つがね、1つです。はい、ということで明太アヒージョを作る上、最近ねろれつが回ってないとめちゃくちゃ批判が来るから、ちょっとちゃんとやらないと。じゃあこれです。ろれつを回すためにはもっと自分を追い込んでいかなきゃいけないと思うんですね。なんでもっと自分を追い込みます。ハイボール。はい、ということで私が今夜いただくのはハイボールでございます。乾杯。本当にろれつが回っているかどうかを確認するために早口言葉を言いたいと思います。はい、早口言葉言って。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。ああ、なるほどね。いきますじゃあ3回言います。はい、赤パジャマ、青パジャマ。まずニンニクなんですけども、さっき早口言葉がちょっとできなかったんでちょっとここら辺はちゃんとやります。はいね、分かりにくいって言われるとね悲しいからね、俺もね。でそしてこのお手持ちのハイボールにニンニクを潰していきます。はい、こんな感じですね。はい、そして芯をね、取っていきます。はい、で今回はね潰したまんまでいいんです。アヒージョっていうのはね刻まなくても全然美味しい。この潰したまんまでアヒージョにしていくと何がいいかっていうと、このニンニクさえも具で食べられるんですよ。なんでこれは僕の持ってるスキレットで、ちっちゃいスキレットでいけると思います。はい、でお餅なんですけども、スリットとか入ってると思うんですけども、包丁で切った方がねいいです。はい、これ一回真ん中で切りますよね。でこれ大体6等分にした方がいい、ね、6等分、真ん中で切って6等分にしていきます。そう、で、餅切り終わりましたね。はい、そしたら明太子、こうやって真ん中にね切り目入れて、これだけでいいです。ほぐしたりしなくていい。これはね非常に簡単なレシピなので、全ての準備が整いましたので、あひっていきます。そうしますとね、このスキレットにですね、今ろれつ回ってなかったね、青パジャマ、青カジャマ、ピラジャマです。はい、はい、大丈夫ですね。はい、1センチあるかないかぐらいの、オリーブオイル、結構あんまりね使いすぎちゃうとオリーブオイルって結構高いんでね。でまずはこれ沸かしてください。ニンニクシュワシュワするまで、ちょっと強火でいいですよ。でシュワシュワいってきますね。シュワシュワいってきたらお餅を入れていくんですよ。はい、でこの時はね弱火にしてくださいね。アヒージョは揚げ物じゃない、煮物なんで、シュワシュワいってきたらシュワちゃんです。ギリギリなんで、僕はギリギリガールズなんで。はい、でこれでお餅が入ったじゃないですか。これでちょっと強めの弱火かなんかでやっていくんですね。そうするとねすぐねこの餅っていうやつはこうやってとろけていくんですよ。この餅くっついてくるんですけども、もう全体的がねよく煮えてくるんで、煮えたら全部柔らかくなってちょっと食べやすくなるんで。でここでですね、鷹の爪バニラ唐辛子をここでパラ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 と、はい、あ、ちょっと多かった、あ、まあいいか。全体がこうちょっと泡吹いてきたら、ここに明太子で、明太子はね、できればこんな感じでね、上に乗せた方がいいです。生の明太子の方がね、結構アヒージョとしてすごくいいので。そして、最後に小ネギね、小ネギ入れてシュワ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 ルツネガーになってきます。はい、ということで最高に美味しい明太子のアヒージョ、混ぜるわけ。
それはめっちゃうまそうじゃないですか。でね、最後に塩一つまみするんですよ。ここで食べるときに塩一つまみ、これ大事。やばい、これはやばい。あのね、アヒージョって油温めて低温でやるんですけど、温まった油に餅を入れたもんだから上はお餅なんですけど下がせんべいみたいになったんですよ。サクってなったとこと餅ってなったところが、そしてそこに明太子の塩味、そして旨味が入ってくると最高すぎんですよね。これね、アヒージョの最高峰だと思いますよ。ここカリッといくんですよ。これこれカリッカリのカリな明太子足んなかったらもっとやってもいいですから。音聞いてください。いや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 、バズレシピ酒飲めるランキングでトップ10には絶対入ります。それぐらいうまい。明太子と餅ってめっちゃ合うんだよね。これこれもう全員来たほうがいいな。乾杯。いただきます。いただきます。うん、おお、これやばい。やべえだろ。やば。明太子と塩だけど、こんな甘い。これやばいね。やばいです、これ。これやばいじゃん。え、なんでさ、俺ら散々居酒屋とか行ってんのになんでこれ出してないの、わかんなくない？絶妙。ワインもいけるよね。もう1月って餅が余るから、絶対やったほうがいいね。これちょっと止まんないな。革命的だね。一人で一皿食べていい。最近どれだけスタッフをうならせるかっていうところに行ってるんで、これはうならせられると思ったからみんなでいける。ということで酒飲みは絶賛だと思います。明太餅アヒージョ、ぜひ試してみてください。はい、ということで私が酔ってないのが皆さん分かったと思いますんで、調理開始していただきたいと。あー、ほんと悔しいわ。悔しいです。全然、でも餅3つだから。そう、ね、重いよ。結構重いよ。結構重いよ。でもだから店であんまり出さない理由がそこにあるかもしれない。お腹いっぱいになっちゃう。2人で食べよ。そうだ、2人で食べ、2人で食べても結構来ると。うめえ。つまむぐらいでいい。これはうまい。まあだからね、まあ、餅2個にしてちっちゃめの明太子をやって やるのもいいし、でもね、オリーブオイルもそんな使ってないし、結構自宅でやるのに一番いいと思います。ちょっとどっか置いてもらって出してもらいましょう。出してもらう。ちょっと売り込みに行こうぜ。このレシピ置いてもらえませんか。あ、そしたら俺ら通うんで。うまっ。うん、ということで、これはうまいな。最高。最高。これは素晴らしい。さすが。